はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングダムです。本日は、マクロスの、ファンクラブの M タバの、今年の特典が届いたので、そのご紹介をしようかなと思います。まず1点目は、前も届いてたんですけど、なんかミスかがあってもう1回届いたのかなの開封ですね。今年の開封となります。表面がこんな感じで、ヴァルキューレの今回の M タマの、キービジュアルってか絵が描かれてて、裏がバサラ・イサム・フレイヤとなってます。これは、去年セブンとプラスが、25周年で、イベントをやってたので、そのメンバーみたいな、 M タマのイベントをやったメンバーとなります。1点目がこの解放ですね。もう1回届いた解放です。で、続いては今回ステッカーの大と小となります。これの絵柄ですね。これのステッカー、下の方が大かな、上の方が小のステッカーとなります。はい。で、ラストは今回の、メインかなと思います。ピンバッジが手に入るんですが、ワルキューレの、ここのピンバッジですね。5人の中から、2人選んでピンバッジがもらえるっていった感じになってて、私ワルキューレの中での推しが、マキナなんで、まず1点目はマキナのピンバッジを選びました。こんな感じです。で、2点目のピンバッジなんですが、マキナといえばもう片方はレイナかなっていうことで、2つ目はレイナを選びました。で、レイナのピンバッジはこんな感じですね。はい。できれば5人全員は揃いたかったんですが、無理なんで、マキナとレイナのピンバッジにしました。はい。今年の、特典はこんな感じとなります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。